菱川さん、会ったことある？前に見たことある気がするんだけど。あの、入学式の時に一度、それから何度か廊下ですれ違いました。入学式？ああ、学校の近くで迷子になってたとか。はい、お恥ずかしい話ですが。いや、別に登校の中だったし、そんなに会いに来ることもないよ。いや、けど三国先輩のおかげです。そんなに言うなら別にいいけど。体育館、電気ついてないね。終わっちゃったんでしょうか。ねえ。はい。石川さん、何隠してんの？さっきから違和感感じてたんだけど。石川さん、木更木瑞希とこの事態、測ったんじゃないの？そんな、別に。私が閉じ込められた時から学校全体は静まり返ってた。今日バレー部の練習ないでしょ。バレー部のうちは友達なんだけどさ、とりあえずあんたの足に乗ってみたけど全然目的はないから。こっちから聞くけど、目的は何なの？矛盾だらけの嘘ついてこんなことして何のメリットがあるの？いや、あの、さっさとして。こっちはそんな茶番に付き合う気ないから。あの、三国先輩と話したくて。はあ？あの、三国先輩に憧れてて、だから少し話がしたくて。如月瑞希の目的は？あいつ何企んでるの？あの、あいさん、ダメですよ。如月、ここで何してんの？三国先輩が聞きたいのはそんなことじゃないでしょ。じゃあ、担当直入に聞くわ。如月、あんた何者？三国先輩は賢いですね。愛さんはなかなか気づきませんでしたよ。あの、私、ちょっと頑張っててもらえますか？あんた、何したの？嫌ですね。愛さんがいたら邪魔でしょ？ですから眠ってもらったんです。最低ね。そんなに睨まないでくださいよ。あんた、人だよね。先輩って意外に可愛いですね。近いんだけど、可愛いって言われても全然嬉しくない。もちろん人ですよ。ちょっとレナ先輩に用事があっただけです。ちょっとの用事でこんなことするのは人なんて信じられないんだよ。用事があるなら普通に校内で話せば済むことでしょう。疑り深い人ですね。じゃあ悪いけど眠っててください。は？終了。いやいや、そんなことってある？ないよ、なかなか。今現在その状況に陥ったけどね。私の社交性が試されてるのか？話題を変えるんだ自分。誕生日いつですか？血液型は何ですか？ダメだ、どれもこれも決して今の状況で聞く話題じゃない。けど先輩に他に何を聞くんだ？っていうか今の状況にふさわしい話題ってなんだ？ねえ、はい、何でした？小学校どこだった？さつき小学校ですけど。なんでそんなこと？もしかして図書委員だった？そうですけど。図書委員長の神田先輩？そう、ゆずきさんだよね。はい、久しぶりです。ちかさん。いやー、すっきりしました。でも、さっき笹川って名字。まあよくあるやつ。すいません、気が利かなくて。いいよ別に。でも大丈夫、気にしないで。それより次行かない？早く帰りたいし。そうですね。あ、図書委員といえばうちの学年が一番上になった時の話なんですけど。何したの？まさか貸し出しのバーコードの名前見てニヤニヤしたり。
性格悪い。真顔で言わないでください。冗談。今先輩と三國がかぶりました。それよりさっきのは、ああ給食でお赤飯が出た時の話なんですけど、お赤飯にごま塩ってあるじゃないですか。そのごま塩をかけないで取っといた友達と男子がいたんですけど、まあなんでそうなったのかよく覚えてないんですけど、ごま塩の一気飲みをしたんですね。まあ私がそそのかした気がしなくもないんですけど。それってどこで起こったの？図書室です。まあ先生のいない放課後っていうのがその事件が起こった理由になるんですかね。友達と男子の2人で一気飲みをしたんですけど、男子は思いっきり見せてましたね。あれはかなり衝撃的でした。一言言って。はい。軽く引いた。ゆうきさんと鮎川さんって付き合い長いんだ。いや高1の時に同じクラスだっただけです。そんなに仲いいんだ。はい、まあ元同じクラスの子とかにはなんで別れちゃったのって言われます。別に付き合ってたわけじゃないんですけどね。付き合ってた2人が別れちゃったみたいな言い方をされるんです。浅川先輩はそういう仲良い人とかそういう話しないんですか？いやないかな。やっぱりあっちの窓も全部閉まってました。そっか。じゃあ体育館行く？はい。ねえ、如月さんって怖くない？怖くはないです。私だけかな。なんか嫌な感じがするんだよね。嫌な感じは少しだけ。あの子気味が悪いの。どこだかわからない。言いたいことはわかりますけど、とりあえず大福は行きません。ここにいてもしょうがないです。そうだね。あごめん、トイレ行ってくるからちょっとここで待っててくれ。あはい、一緒に行かなくて大丈夫ですか？あ大丈夫。はい。キサラキミスって何？失礼ですね。あんたのそういうところが気に。翔子先輩もですね、三國先輩と同じで賢くて厄介です。三國さん？そう、鮎川三國先輩。そこどいて、伊吹さん任せてるから。いえ、残念ながらここを行かせるわけにはいきません。なんで？本当は感づいてますよね。なぜ今ここに私がいるのか。目的は？翔子先輩には関係ありません。おやすみなさい。